はい、こんにちは。VBC の佐藤です。本日は、タイトルの通りですね、中国輸入において、商品のリサーチを10倍効率よくする方法ですね。これを少しお話ししていきたいというふうに思います。じゃあよろしくお願いいたします。で、まずですね、商品をなかなか決められない方というのは非常にですね、あれもある、これもある、ジャンルもこんなものがあると、非常に幅広く見ることが多い方がほとんどであります。特にですね、中国輸入を始めたばかりの方などですと、どの商品を扱っていいのか、どのジャンルに参入すればいいのかなども分からない方が多かったりしますので、それはですね、本当に無数のですね、もうある商品、またジャンルから絞っていくということが非常に重要になっていきます。ですので、今回は商品をどのようにして絞っていくのかというものもですね、メインとしながらお話ししていきたいというふうに思います。で、やはりですね、この無駄を省くというのが非常に重要です。無駄を省くことですね。と言いますのも、これを見られている、動画を見られている方は、何かですね、中国輸入以外に、普段お勤めをされていたりとか、または自分自身の事業があって、それにプラスアルファ中国輸入をやっていきたいという方もいらっしゃると思います。しかしですね、この時間というものは有限ですよね。時間というものは有限です。で、もう必ずですね、人間は死ぬわけでありますし、またこのようにですね、仕事ができる体力もあって、気力もあって、モチベーションもあって、そして無理が効くようなこの年齢というものは非常にですね、貴重な時間でありますので、ここの期間でやはり無駄を省きながら、いかに効率よく商品リサーチして、そして商品化するかというところまで持っていくことが非常に重要であるというふうに思うわけであります。つまり言い方を変えると、毎日1日ずつですね、死に近づいているわけであります。つまり、この時間を削って何かをやるというのは、言い方を変えれば命を削って何かをやっているということですよね。命を削って、このように今中国に対しての学んでいるのか、もしくは命を削って今が良ければいいと思って遊んでいるのか、非常にですね、重みが変わってくるわけであります。ですので、一日一日死に近づいている、そして一日一日過ごすような自分自身の命を削って物事をやっている、言動をとっているというようなのが、すべての方々に当てはまるわけであります。つまり、時間が重要だという話であります。ですので、余計なことをしない、あなたが目標を立てる、それは数字的な目標でもいいですし、ライフスタイル的な目標でもいい、そこに、そのゴールに到達するまでにはどのようなステップを踏まなければいけないのか、どのような手段を取っていかなければいけないのかということを考えるわけです。それに対して、一気にそのところまでいけませんので、一歩ずつ踏んでいく、それを因数分解して一つずつ、こなしていく。ですので、それを余計なことをしないで進めていきましょうというわけであります。ですので、リサーチに対しても、この公式化すればいいと、公式化していけば、これをステップを踏んでいけば、自分自身の商品というのが見つかりますよというようなご紹介をしていきたいというわけであります。で、1つ目ですけれども、まずはですね、多くの方々にですね、ご相談いただいた方にはお伝えしておりますが、予算から絞る。予算から絞るという形です。やはり予算を決めて臨まれるのが非常にいいと思います。で、予算というのはあればあっただけ違うやり方もありますし、ないながらも中国輸入をしていくならば、そのような戦い方もできますので、まず予算というものは必ずですね、決まっているはずだと思いますね。それを具体的に決めます。10万円でもいいです、100万円でもいいです、500万円でもいいです、1000万円でもいいです。じゃあ、その商品に対し、それに対して、その予算からどのように商品を決めていくのかという話になっていくわけですが、例えば分かりやすく、予算が50万円の方がいたとします。中国にこれから始めていきたい、新規参入をしていきたい、じゃあ今回予算が50万円で始めていきたいんですけど、どうすればいいですかというようなご質問が来たとします。こういうことはよくあるんですが、私はですね、僕自身はこれに対して、まず仕入れ資金というのは3分の1程度で考えていきましょうというふうに言います。つまり、50万円割る3、3であると、だいたい17万円程度ですので、分かりやすく言うと15万円から17万円、18万円程度、ざっくりこれぐらいで最初の仕入れに当てていきましょうというふうにお伝えしていくわけであります。その理由がですけれども、やはり50万円そのまま使ってしまいますと、まず、問題となるのは、物が売れていくと、商品仕入れて、そして商品を販売し始めました、無事に利益も出る形で売れてきましたとなりました。そして50万円でした、100個仕入れました、1個5000円の仕入れでしたと。
というわけですけどね。それで半分ぐらい、3分の1ぐらい売れていきましたけども、じゃあ次仕入れしていきましょうというふうになった時に、やはりこの資金を回転していかなければいけませんので、非常にですね、これ全部使っちゃいますと在庫がなくなってしまうということが、そういう恐れがあるわけです。例えば今これ見られている方は Amazon で売るのか、楽天で売るのか、Yahoo ショッピングで売るのか、さまざまな販路で売ると思います。それが卸なのか、または量販店で売れていくのか、もしくは代理店を作って販売してもらうような形を取っていくのか、さまざまな形があると思いますけれども、やはり資金というものには限界があり、またそして予算があるのであれば、そのですね、大体3分の1ぐらいを当てていくような形でやっていったらいいんじゃないかなというふうに思います。はい、そういうような理由で、大体3分の1でやりましょう。50万円の場合は15万円から17万円程度でやっていきましょうという形で進めていきます。そこでですね、まあこれは予算にも通ずるものであるんですけども、プライスラインというものから絞っていくような形があります。これが2番目ですね。例えば売値3万円にしていきましょうというものがあったとします。そういう商品があったとします。で、大体仕入れ、中国仕入れですと大体まあ3分の1ぐらいで、ネット販売の場合だと大体3分の1ぐらいが商品の仕入れ原価に当たっていくような形です。ですので、今回の場合は1万円というような感じですね。ですが、少し戻っていきますと、つまりですね、今回の場合ですと、50万円の仕入れ、50万円の予算ですね、予算だったならば、3万円のプライスライン、売られているものをの商品、そしてジャンルに参入していきたいと決めたときは、1万円の仕入れですよね、1万円の仕入れ。そして15万円ですから、15個から17個ぐらい仕入れができるようなものというふうに決めていくわけであります。じゃあこれがだいたい1ヶ月で履けるというふうになっていくと、1日、3日で1つとか、2日で1個とかですね、売れていくようなペースで売れていけば、それなりの2日のペースで1個で買いますから15個ですので、3万円で45万円ぐらいの売り上げが出ていくような感じでやっていきましょうというような規模の物販になっていくというわけでありますね。そういうふうにして、またお金予算から絞っていく、プライスラインから絞っていくというような、まず方法があるわけですね、はい。そして3つ目ですけれども、好きなもしくは得意なジャンルから絞っていきましょうということであります。よくですね、好きな商品とか、そういうのはですね、自分の感情を入れると失敗しますよというふうに言われている方もいらっしゃるんですけれども、僕はそんなことはないとまでは言いませんけれども、逆にそういう好きなものとか得意なものがあるんだったら、好きなものがあるんだったらそれに行った方がいいんじゃないかなというふうに思います。と言いますのも、もともと知識があるのは非常にですね、有利だなというふうに思うんですね。もともと知識があるのは有利、これどういうことかと申し上げますと、例えば何でしょうね、趣味で、釣りをやっている方がいると、そして中国にもやったことがない、それでどのようなジャンルで、販売していけばいいのか、どのような商品を販売していけばいいのか、仕入れていけばいいのかというご質問が来た時に、全くやったことのない女性の服とかですね、靴とかですね、そういうものをやるよりは、知識のあるそういった釣りのですね、仕掛けであるとか、そういうものを見ていった方が、まずですね、こんな安く売れてるんだっていう、まず価格帯とかも分かりますよね。しょっちゅう、例えば月1回ないし2回釣り具屋さんに行って、何かを仕掛けであるとかリールであるとか、そういうものを見てたりしてならば、やはりそれなりの相場というものが分かるわけですね。それを活かして中国に行くっていうのは、もともと知識があるので、そういう方々はやはりアドバンテージがあります。アドバンテージがありますよね。ですので、もともと知識があるものは有利っていうので、やはり趣味であるとか、そういうものは使っていくことは非常にいいんじゃないかなというふうに思います。はい。で、その延長としてですね、広がっていくものにも通じるんですが、今の環境から出てくるものというものもあります。今の環境から出てくるもの、これどういうことかと申し上げます と、例えば分かりやすく言うと、今ですね、女性がですね、妊娠して子供ができました。で、赤ちゃんがいる、初めてできました。それで寿退社をして、産休でもいいですね、それでもいいですし、それで家に行って育児をしている、だけどこの空いてる時間があるので中国輸入を始めたいという方も中にはいらっしゃるんですね。 VBC の代行を使ってる方でもいらっしゃいます。
まあ、そういうふうになってくると今こういう環境、つまり、育児、赤ちゃんをですね育てる中において、まあ、やはりこういったものがあったらいいなっていうのは思い浮かんでくるわけですよね。例えばこの赤ちゃんを抱っこする紐であるとか、まあ、こうイクメンとかですね、そういうのに使われるようなものであったりとか、その赤ちゃん周りとかベビーグッズと呼ばれているものとかがだんだんですね初めてこう触れていく中において、あ、こういうものがあったらいいんじゃないか、あ、こういうものを、まあ、あったら自分も使うよなっていう気持ちも分かってきますので、そういうふうな環境から出てくるものですよね、そういうもの、そういうジャンルに飛び込んでいくっていうのを一つの、まあ、一つのですね方法だなというふうに思うわけです。まあ、もう一つ例を挙げていけば、まあ、例えばですけど、まあ、いろんなお客様の中で具体的にはちょっとなかなか言いづらいものがあるんですけども、まあ、例えばですけれども、建築関係の仕事をしているとか、まあ、例えば、まあ、運転手をしているとか、ああいうような方がいらっしゃって、このですね本業で使うための、まあ、個人事業でやってるんだけど、本業で使う、必ず使う消耗品がある、消耗品があるとします。そういうものを中国から仕入れたら安くなる、まあ、自分で使ってもコストが下がる、そしてそういうものを、まあ、必要としている方々に、まあ、日本よりも安い価格で販売していく、卸してあげるというふうにすればかなりリスクなく進められますよね。自分自身でも使いますので消耗品だと、そして在庫を多く持ってても、まあ、最悪全部自分で使えばいいという形にも転換できますし、さらに言えば他の方々ももし喜んで使ってもらえるようだったらば物が流れてきますよね。そこに利益が乗せていくことができ、さらには日本よりも安く、少しでも安く買えるならというものがあれば、そういうふうにして卸すことができますので、卸のルートもできるというふうになりますので、一つの商品というのはそこで見えてくるわけですよね。ですので今の環境から出てくるものというのは非常にですねいいんじゃないかなというふうに思いますし、これをやられている企業様とかも結構いらっしゃいまして、自分自身自社で使うものがある、消耗品がある、これを、まあ、中国の展示会で探してみて、あ、そしたら大体もう 30% ぐらい安いと、で全部、一気に仕入れてしまう、もうそれでもコスト削減だけに使っていくと、それはあわよくば他で売れればいいな、例えば Amazon でも販売してみようと、アカウントもあるし、あ、売れればラッキーだ、でも在庫はうちでもうさばいてしまう、使い在庫はどうせうちで使えますしっていうような形もありますよね。だそういうふうにしていくとやはりですね物っていうものは流れていきますので、もしですね、自分自身の事業をやられているようであれば、あ、そういうふうなやり方でもいいんじゃないかなというふうに思います。はい、で最後ですけれども5番目、データは参考として使うというものをお伝えしていきます。まあ、いろんなツールが出ております。無料のもの、有料のものあります。それ在庫が毎日どれぐらいさばけているのか、ACN を入れれば出てくる、URL を入れれば出てくる、いろんなものがあると思います。ですがそれと同時に新しい商品というものも毎日出てきます。つまり Amazon、楽天、さまざまなところで売られていない商品というものは中国のメーカーではたくさん毎日出てきています。ですのでデータが使えないっていうことはあるわけですよね。データというのはあくまでも過去のものです。つまりこのデータというものは、まあ、言い方を変えれば納得するための、もっと言えば納得させるためのものでしかないというわけですよね。まあ、企業であればこの企画書を通すための数値が欲しい、まあ、言い訳とか理由ですよねにしか過ぎないというわけです。過去こうだったから未来こうなるっていうのは、まあ、絶対はやっぱないです。ただデータとして、データを取ることによって、データを見ることによってその方向性がですね、どのようになっているのか、直近にはどのような風になっているのかというのが分かるわけですので、過去のデータを取っていくこと、そして未来のデータをさまざまな形、例えば、市場調査アンケートさまざまな方法がありますけれども、そういうふうにして取っていくことによって、そして日本で売られてないものを販売していくという方法もできるわけですよね。そういうようなことをやっていってもいいんじゃないかなと思いますし、そういうものをお勧めしていくと非常にですね、失敗する確率が減っていくふうになりますので、ぜひやっていったらいいんじゃないかなというふうに思います。はい、でですね、VBC、中国輸入代行 VBC 新規会員募集をしております。無料で中国輸入をサポートもさせていただいております。こんな方にお勧めしております。 OEM を始めたいけど進め方がわからない、中国輸入のリサーチ方法がわからない、クラウドファンディングに合う商品を新鮮メーカーで見つけたい、中国輸入を活用してコストを削減したい、
中国にバックオフィスを持ちたい、新たな事業の一つに中国乳を導入したい、商品の提案をしてほしいという方がいらっしゃいましたら、企業ないし個人事業の方がいらっしゃいましたら、ぜひ詳しく動画の概要欄をご覧ください。では本日は以上で終わります。ありがとうございました。